はい、じゃあよろしくお願いします。はい、本日は、はい、お願いします。本日は、現役京大生である、カタルシスの代表の山本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、はい、それでは早速ですが、質問1問目が、まずですね、この夢ですね。どのような夢ビジョンをお持ちですかという質問ですけど、いかがでしょうか。そうですね、今やってることから結構つながってくると思うんですけど、うん、今僕がやってることが、まあ、その語りっていうのをコンセプトにした、うん、まあ、バーですね、の方がメインでやってて、うん、で、まあ、その語り合い、こういろんな学生が来るんですけど、うん、その語り合いみたいなのを通じて、こういろんな、まあ、多種多様な人が関わり合いながら、うん、こう自分自身のキャリアみたいなとか、うん、こう自分自身の人生選択みたいなのを、まあ、あれ今止まってしまったかな、今一瞬止まった大丈夫です、一瞬止まりました、一瞬止まったですね、はい、大丈夫です、続きをどうぞ、はい、はい、まあ、いろいろこう自分の中でこう考えると思うんですけど、うん、でまあ、大体若者の中でこう次選択することとしてはやっぱほとんど就活っていうのが結構多くて、うん、まあ、でもなんかこう自分の人生って多分就職だけじゃないと思ってて、もっと広くなんかこれから選択するというか見とく必要あるのかなと思ってて、まあ、それがもしかしたら起業かもしれないし、うん、はたまた、まあ、就職かもしれないし、こうフリーランスで生きていくことかもしれないし、うん、みたいなのを、まあ、知りつつ、なんかこう就職だけがこういいよねっていうのじゃなくて、うん、こうこの選択肢もこの選択肢もこの選択肢の中で僕はこういう生き方をしたいからこの選択肢を取るみたいなが当たり前な、うん、まあ、世の中になったらいいなっていうのを、まあ、軸に活動をしてます。いいですね、やっぱり学生時代の中のこの情報量だけで社会はそこができない、就職しかないっていうのはやっぱり狭き門というか、うん、あれですよね、もったいないですね、可能性が、いろんな可能性あるのにね、うん、そうですね、結構情報量に偏りがかなりあるのかなっていうのはやっぱり課題として、うん、ほとんどやっぱ就職の情報しか入ってこない、うん、あ、そうか、なんかレールに控えてる感があってすごい、教育に問題結構ありますね、本当に。そうですね、はい、なんか大人の、うん、あのビジネスに乗せられてるような気がする大人のレールに乗るかみたいな、そういうなんか尾崎豊系なんかイメージきたけどあ、知ってます尾崎豊って、あ、もちろんもちろん、あ、そうそう、はい、すみません、ちょっとね自分の話になっちゃったけど、はい、そしたらその夢ビジョンがあって、でそれを具現化するために具体的に、まあ、どんな目標計画とか立ててますか、なんか、はあ、学生時代の中だけでの完結感じですかね、カタルシスっていうバーっていうのが1年後とか3年後とかそういうのは考えてます？そうですね、基本的にその今の持ってるバーに関しては僕がずっとやり続けるっていうよりはそこが学生で運用され続けることっていうのが多分一番の価値ではないかなっていうふうに思ってて、うんうん、完全にこう切るわけではないですけど、うん、その空間自体を作っていくのはあくまでこうなんだろう学生にやってもらって、うん、それ以外にこうあのそれって結構そこから上に上げていく行為、ボトムアップの行為やと思ってて、うん、それだけではできないこうトップダウンこう構造そのもの社会構造から変えて、うん、なんかそういうのをもっとやっていくような活動を僕が何かしら会社に入るか起業するかちょっと今選択肢あの迷ってるところがあるんですけど、うん、そっちからの力をあの、うん、活動を僕自身はやっていこうかなっていうふうに思っています。すごいなんか賢いですね、やっぱ京大生の特徴か分かんないですけど、大概、まあ、自分の認識だとボトムアップだけって人結構多いんですけど、それプラスなんかトップダウンというか仕組み構造っていう言葉があったんで、そこ問題意識結構あるのかなって思ったんですよね、はい、それは どんな問題意識というから生まれたなんかイメージですかね。あ、まあ、うん、そうですね、うん、問題意識としては、まあ、よく、まあ、バーでこ う,、うん、こういうこと悩んでるんだけどっていうのを、まあ、よく話として、うん、まあ、個々相手に聞くんで、うん、まあ、その個人に対してこうアドバイスというか、うん、をこうした方がいいかもしれんとか、なんかどういうふうに、まあ、こう教える形じゃなくて基本的にコーチングって言われるようなこう、うん、一緒に考えるスタイルでこう積み上げていくんですけど、うん、多分それをやっててもあの確かに一人相手にはこう救うことはできるかなと思うんですけど、うん、やっぱ数としては、うん、かあの少ないですし、うん、あの多くの人をもっと
効率よく、うん、ここから上げていこうと思ったときに、ね、上からの何かしらのもっとこう変えるべき構造っていうのがあるんだろうな。大事ですね、はい、すごいですね。そこ見えてる着眼点すごいですね。ちゃんとしてますね。いや、ありがたい。いや、本当それは大事ですね。なんか個人個人目標設定しても個人で結構仕組みによって潰れちゃいますもんね。なんだかんだ言ってもね、大きな。そうですね。あ、なんか結局その子を帰ってもその世の中、うん、同じような悩みってもう無限にもう何回も何回も出てくる。そりゃそうだ。うん、なんかまあそれをずっとカウンセリングし続けるっていう手もあるんですけど。うん。うん、それだけじゃこう僕の人生多分それで終わっちゃうんで。あそうですね、人生3万人ではなく何か分かんない、ずっと永遠に感染に来てたらね、終わっちゃいますもんね。あ、すごい、それ大事ですね、それはね。はい、ありがとうございます。じゃあそのですね、あと、構造を変えていくっていうことに対しては、日々どんな、例えば日常生活の中で意識してるとか、1日これやったらなんかそこの構造が改善できるぞって何かありますかね、そういうイメージっていうのは。ああ、そうですね、うん、まあまず現場に多分入らないとわからないと思うんですけど、うん、その構造を握ってるのって、うんうん、学生側じゃなくて基本的に企業の方の、うん、方にまあほとんどの力があると思ってて、うん、まあ特にこう就活市場でいうと、うん、モデル、全体のビジネスモデルが基本的に学生からお金取らずに企業からこうお金もらってっていう感じの、うん、まあモデルなんです、うん、まあどんだけこう学生のためって言ってもやっぱお金もらってるのはこう企業側なんで、うん、こっちの企業側のこの意識みたいなを、うん、まあまず現状把握しないと、変えるって言っても何を変えたらいいのかが分かんないんで、この今現状あるこう、うん、なんだろう、企業側 の願い、ニーズやったり、うん、ここら辺を一つ一つこう、まあ、糸が結構絡まってるんで、あ、解きほぐすようなことを、うん、まあ、情報収集したり、うん、実際企業で働いてる人と話してみたいな、うん、就活半分で言ってるんですけど、就活じゃなくて、なんかそういう話、なるほど、そういうおとり捜査官みたいな、そういった就活のようにして相手の実情、そうですね、すごい、そこまで考えてて素晴らしいな。なんかそこで何か見えてきたのあります？なんかお金がベースで動いてるならば何か分かったと思う、さらに何かもしかしたら深い背景とか分かったのかなって今思ったんです。どうですか、ね、はい、そうですね、やっぱりこう一番大きく握ってるんで、こうやっぱり 収益性みたいなところが強いんですね、うんうん、もちろんですけど、うん、なんだろうな、その収益性を一番握ってるところが、うん、こう自らそのもともと稼げ、そのまま現状維持してたら稼げるっていうところから、うん、わざわざ変えてもらうっていうのは結構、うん、言うたら利益として下げることなんで、うん、その利益を下げてなおこうメリットがそれ以上ありますよっていうのは多分提示できないと変えられないと思って、うんうんうん、そのメリットみたいなところで、うん、まあ、例えばこのままその日本の若者にこういうことずっとやってたらもう日本自体が全部沈んでいくから会社の維持どころじゃなくなるよみたいな、うん、例えばこんな感じ、あ、まあ、いわゆるこう SDGs やと ESG 投資って言われるやつですけど、こっちに傾けていく方がいいよねとか、うん、まあ、なんかそういうのをしっかり何かしらの活動で伝えていくか、うん、中に入って伝えて変えていくしかないんだろうなっていうの、うん、なるほど、うん、すごいな、そのイメージで本当に相手の心を動かすって感じですよね。そのなんか利益じゃない、お金の利益よりもっと大事なものに心響かすプレゼンテーションを作るみたいな感じですよね、話。そうですね、そうですね、まあなんかそういうのを取り組んでる会社というか、うん、もともとのそういうただただ人を送り込む、人を右か左に送り込むだけじゃないようにしたいっていう会社が結構増えてきてるんで、なんかそこら辺が一気に波に乗って変えていけれたら面白いだろうなっていう。
けどなんかカタルシスとか山本さんの時代が来たなって今思っていて、今コロナによって、はい、売上とか上がってないでそこじゃない世界をなんか求めてるというか、それよりもっと大事なもののために発信していくっていう理念が生まれやすいというか環境になってるなと思いますよね、うん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 、そうですね。めちゃくちゃそのビジョン共有共感するとしっかり走ったら多分みんなそこに対してやっぱりあの共有共感する人いっぱいいる増えると思いますよね。話うん、うん、そうですね、うん、なんか今そのカタルシスでやってることは基本的にボトムアップで、うん、あの地道にやってるんですけど、うん、まあ個人としてはそのボトムアップ以外のこともしっかり、うん、やっていけたらいいです。大事ですよね、うん、そこやんないとボトムアップだけじゃやっぱ限界が、ね、どうしてもありますもんね。そうです、うん、間違いないと思います。なるほど、ありがとうございます。そしたらそのまあ話質問を借りますけど、もともとそういったなんかこうカタルシスをやろうと思ったきっかけとかっていうのはどういったものなんですか？そうですね、まあ、うん、あの起業するきっかけとカタルシスをやるきっかけってちょっと違うんですね、うんうん、そもそも、うん、こう企業時代のきっかけの方は結構個人 の、うん、あの願望によってて、ある程度こう生活を担保できるようなベーシックインカムで、うん、あ、これを、はい、まあ、今僕が卒論で研究はしてるんですけど、ああ実際社会制度にするとへえ、それ面白そうだな。後でまたその話も詳しく聞いて、はい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 、じゃあその続きを、はい、ベーシックインカムっていうのを社会制度でやるとめちゃくちゃ時間が多分僕が死ぬぐらいまで時間かかるんで、あのじゃなくてある程度自分の力で、うん、まあ、この資本主義社会の中でこう気づいていきたいなっていうのと、うん、まあ、ただただこうベーシックインカムを築くだけじゃなくて価値を想像しながら、うん、あのそういうのを築けていきたらいいなと思ってこう起業したしたいっていうのがすごい根底にまずあって、うん、でカタルシス、そっちは、うん、あの起業した理由ですね、うん、でカタルシスをやるきっかけになったのは、うん、あの大学の1年生の時の結構感情みたいなのがすごいベースにあって、うん、そう大学自体も一浪して入ったんで結構期待が、うん、期待値としてはめちゃくちゃ高かったんですよね。その、うん、日本第2位の、うん、学校にここまで行ってたら、うん、なんかここにいてるだけで結構すごい人になるじゃないですか。なるほど。ああ。なんかそんなんがあったんですけど、うん、あの実際中入っていろいろ勉強してても、うん、なんかすごい何もならないなっていう、うん、なんかそういう閉塞感というか、なんかモヤモヤ感みたいな、うん、なんかその自分が行ってる学部も総合人間学部っていうところで、こう、うん、何かまあ、一般教養だけで卒業できちゃう学部なんで、うん、何かしないと何も得られないっていう、うん、まあ、そういう性質の学部っていうのもあって、うん、なんかすごい積もり積もってたものがあったんです。積もり積もった、なんか、あ、なるほど。ただその時にこう打開できる策みたいなのが、あ、こう情報を取りに行くっていうのが全然、うん、まあ、それそのものが知らなくて情報をこう自分から取りに行くっていうのが、うん、その基本的に勉強って流れてきたものをこういかに処理していくかっていうところの能力を鍛えてたんで、こう秘密が自分からこうイベントやったりそういう情報を人に会いに行くとかができない状況の中でこうどうしようもないっていうふうに思ってたんですね。で、まあ、2年生になった時にこう家でお酒飲みながら、まあ、今の創業メンバーとかと自分の考えてることだったり、うん、こう例えば恋愛か人生かみたいなのをこう、うん、ぶつけ合うみたいな、うん、こうまあ、やってたんですよ、うん、それはもう普通にあの恋愛感がすごいナンパなやつと本当にクソやみたいな話をこう、うん、やってたんですよ。だからなんかそういうぶつけ合いをする中でこう、うん、自分 の、 その考えてる価値っていうのが、うん、なんか全然こう絶対的なものじゃなくてすごい相対的に見れるようになったっていうのが体験としてあって、例えば恋愛観に関しても、うんうん、そうですね、なんか恋愛観に関しても硬派とナンパっていうのが二項対立であると思ってたんですけど、うんうん、あっちの言い分を聞いてるとすごい納得できるところもあって、うん、意外とその価値観ってグラデーションなんじゃないかな。あ、すごい、そっかそっか。これによって自分自身を知ったりとかいろんな発見があったんですね、その時に。そうですね、うん、なんかその発見からなんかこうやってこういろんな人と語り合うっていうので、うん、こう自分を自己表現しながら、うん、なんとか自己表現しながらこう見つめて、うん、あの
世の中のことを考えていくとかになる、うん、なあのっていうのがすごい価値があることなんじゃないかなって、うん、その時に気づいて、あの、うん、実際そういう場所が大学の近くにあるかって言った時にほとんどなかったんで、うん、結論から言うと、なるほど、なんかそれを空間として作りたいなと思って、うん、この語りっていうのを通してカタルシス、いわゆる心のモヤモヤをパッと晴れさせる現象のことなんですけど、作りたいなと思って作ったっていう感じで。なるほど。山本さんの体験談からやっぱそこから生まれたんですね、その実際に、うん、いろんな価値観であって変化していったっていう。そうですね。そうか、その背景にはやっぱり、あの、どうぞどうぞどうぞ。ああ、ごめんなさい。あ、大丈夫ですか？大丈夫。その背景には、自分がもともと教壇に入った時にすごくいい状態になるって思ったけど、なんかこれまでまずいっていうか、なんか、溜まってきた、なんかそのイメージってどんなイメージですか？もともとすごいっていうのはどんな状態がすごいってイメージかあるんですか？そうですね、なんか個人的にはその、うん、何でもこう、うん、世の中のことも上がるし、すごい論理的にいろいろ喋れるし、うん、こう、うん、まあいわゆるなんかできる人みたいな、うん、こう何でもある程度知ってるみたいな状態になるかなって思ってたんですけど、うん、やっぱいろいろ大学入って見ていくうちに、うん、あ、自分って全然やなっていうのが、あ、うん、え、その全然やなっていうのはどのいう感じだったんですか？なんかそこまでいけないぞみたいな見えてきたとかあったんですか？あ、そうですね、なんか、うん、まあ他の大学生とかすごいハキハキ、まあゼミとかでもそうですね、うん、授業とかで見てる学生を見てると、うん、なんかここまでこう自由自在にこう自分のことを表現できたり、うん、こう物事をしっかり調べてきて、うん、こう結果としてこういうふうにプレゼンしてたりっていうのを見てて、うんうん、自分がなんかそういうのができてるかみたいな、こうもっとなんだろう、自分なりに生きてる人とか見てると、自分には足らないところというか、うん、でもそれをどう乗り越えたらいいか分かんない、うん、なんかその曖昧になってたすごい人っていうのがなんか、なるほどなるほど、現実に押してきたみたいな感じですか、ね、ああ、そうか。そういうなんか自分自身を発信しているときを見て、なんかある意味輝いてたというか、すごいなって思ったけど、山本さん自身がそう、自分はちょっとなっていうのが分かったっていう。もうそうですね、それが強いです。さあ、そこからですか。なるほどなるほど。けどまあそういうなんかきっかけがあったからこそ、そういうカタルシスとかそういう場が生まれたっていうのも、ね、やっぱね、人のこう、涙とか辛い体験っていうのは本当にプラスに変わっていくなってすごく思いましたね、今話を聞いてて。もともと山本さんはあれですか、そういったなんか自分がなんか表現とかもともと苦手だったというか、その得意なかったからっていうのはあったんですかね、そういうちょっと涙の部分になっちゃうんですけど。いや、なんかもう本当に苦手ですね、僕。そうなんですか。喋るのがめちゃくちゃ苦手なんですよ。実は自分も昔対人恐怖症でこう話すのが苦手で、人の目を合わせられなかったんですけどね、けど、はいはい、まあ、うん、そういうのあったんで、やっぱりなんか分かる気しますね。だからこそ頑張れるというか、その、うん。なんか共感するところが大きいな、うん、なんかそういうことって多分めっちゃ多いと思ってて、意外と。なんかそういうところの手助けというか、まあ、力添えになれたら。なるほどさ。だからか、なんか発信するの苦手な人の気持ちが分かるからこそ、そういう人たちに対してなんかアプローチしたいっていう気持ちが分かるからで、そこで寄り添えるってなりますよね。うん、そうですね。実際そういう痛みとか涙がない人って寄り添えないじゃないですか、なんか建前ではできるけど、うんうん、だからそこで山本さんの信頼関係とか、うん、そういう人に寄り添えるからこそ助けたいという思いが生まれて、カタルシスとかそういう場を作れたなって今背景が見えてきて、やっぱりすごい大事だったんですよね。うんうんうん、なるほどね、そうでしたか。それは、あ、すいません、うん、それってなんか相談するお友達とか周りにいたんですか、結構。あ、そうですね、なんか相談する友達みたいな最初全然いなかったんですけど、うん、そのなんか自然となんかそういう会話みたいなのがお酒飲んでたらこう生まれてきて、あ、そこ酒飲んで、酒の力、酒の力大事ですね。そういうお酒を使って語れたっていう経験やっぱ大きいですね。そこは大事だった気がしますね。なるほど、それがあったか、お酒飲むバーっていうね、カタルシスっていうバーを作って、人と人に出会って何か生まれてくるっていう場を作りたかったっていう、やっぱ背景に
つながりますね。そうです。なるほど。それが伝わると結構みんな思いが溢れて、ね、協力したいって人が出てくると思いますね、きっとね。あ、うん、ありがたいです、それは本当に。そのだから語る人も表現ができなかったっていうのは、例えばなんか、もっと背景言っちゃうと、こう家族関係とかそういうなんか、はい、そういう昔からその表現するの苦手だったとかってあったんですかね、はい、そういう環境とかってあったんですかね。そうですね、まあもともと家でも全然喋らない一人っ子やったんで、うん、親にもなんかあんまり喋らないっていうか、はい、そもそもこう自己表現する機会っていうのはほとんどなかったっていう、こう、うん、浅い自己表現はいくらでもできるんですけど、自分のことを真剣に喋るとかはやっぱ機会として全然なかった。なるほど。そうですよね。一人っ子、自分3人いるんですけど、やっぱ3人いてもやっぱ喋んなかったですね。なんか人結構なんかやっぱ、何ですかね。やっぱ人に対する自分の恐怖とかあったんで、あんま喋んなかったんですけど、昔は。うん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 、やっぱ家庭環境によって、やっぱ人が形成されるというのは結構インタビューして分かってきたので、ちょっとね、質問してみた背景があるんですけどね。はいはいはい、なるほど。そういったやっぱ表現できなくて、なんか表現したいというそういうのを思いがあって、まあ、バカセッティングされたということは、ちょっと今涙というか深いイメージが伝わってきたんで、そういう整理されましたね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ最後ですね、ちょっと時間もあれなんで、何かあのこの視聴者さんに対してメッセージとかはありますかね。そうですね、はい、まああの視聴者の方がどの層なのかっていうのが、はい、結構そうですね、まあ、全人類と思って、全人類に対して全人ちょっとでかすぎますね、はい、まあ、そうですね、まあ、はい、そうだな、まあ、今僕らがやってることって基本的に、うん、あの学生だけじゃなくて、うん、こう全ての人たちに結構当てはまることなのかなと思ってて、うんうん、こうまあこう人生の分岐路みたいなところに立った時に、こう自分の選択みたいなのをこう選ぶみたいな結構難しいと思うんですよね。うん、なぜかというと、もうその正解がないというか、うん、こう何もあの基準のない中でこう自分で決めていかないといけないっていうのがすごいあると思ってて、それはもう人生のどの段階でも変わらない。うん、で、その中でこう自分のこう軸というか、こう大切にしているものを失わず、かつそれを持って選択した上で、最後その選択したものを何とかこう正解にしていく力みたいなを持っとく必要があると。でそうなった時にその正解っていうのがこう自分の中で基準がないと、何がこうただただ進んだような感じだけになるんで、なんかそういうのを今からこう一歩踏み出すために、何かしらコミュニティだったり、もちろんこう語る数だったり、こう人と語れる場みたいなところに出向いて、うん、こうなんだろう、うん、少しでもあの、うん、いきなりこう自己表現自己開示みたいなのをしなくてもいいとは思うんで、うん、こう小さな一歩みたいなのをこう 一つずつ踏み出していくことはすごい大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ちょうど私たちにあってリアイズインタビューとちょっとやっぱ趣旨というか似てますね。と人と人つながっていくとか、あの交流していく中で何か自分を発見していっていくっていう、そういうちょっとイメージきましたね。はい、素晴らしいインタビューでしたね。はい、じゃあそれで以上でですね、現役京大生であるカタルシス代表の山本さんよりインタビューを賜りました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ